号はアメリカ合衆国の友人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船及びその宇宙飛行計画ジェミニ宇宙船としては9番目のものであり1966年6月3日に打ち上げられたケネディ宇宙センターに展示されているジェミニ q 英語ジェミニ9号の目的は軌道上においてドッキングを成功させることにあったしかし ドッキング対象となるはずだったアジェナ標的機は1966年5月17日にケープカナベラル空軍基地 LC-14 発射台よりアトラスロケットを用いて打ち上げられたものの軌道投入に失敗しジェミニ9号の打ち上げも中止されたキャートブ -5004 の代わりにエイティダ02186を打ち上げドッキング試験を行うことになり ミッション名もジェミニ QA 号に変更された。エイティダはアジェナ標的機器のうち、ドッキングポートを中心とした部分であり、ロケットエンジンや燃料タンクは省略された。エイティダは1966年6月1日に打ち上げられた。ジェミニ QA 号も6月1日に打ち上げられる予定であったが、発射3分前に機器の不調により打ち上げ中止となった。結局、 1966年6月3日に、ケープカナベラル空軍基地 LC-19 発射台より打ち上げられた。打ち上げ49分後から、エイティダ接近のための軌道修正を開始し、3時間20分後に 93km の地点にまで接近した。エイティダは軌道投入されたものの、モニタリング信号によれば、シュラウドが開ききっていないことが示されていた。 ジェミニ QA 号が接近し目視した結果、モニタリング信号通り、シュラウドが開ききっていないことが確認され、ドッキングは不可能の状態であった。エイティダのシュラウドは半分口を開けた状態にあり、その様子は怒ったワニと形容された。船外活動により、シュラウドを解放することも検討されたが、爆発ボルトが危険なこともあり、その作業は行われなかった。 ドッキング試験は中止し、ランデブー試験のみが行われた。飛行3日目に船外活動試験を実施することとなった。友人サーナンが船外に出て推進、機械部に搭載された宇宙飛行士起動ユニットを装着し、船外活動を行うというものであった。しかし、無重力化の宇宙空間での移動は困難を極めた。 宇宙服は動きづらかったのみならず、汗による雪で、バイザーが曇り、視界が確保されなかった。このため、アミューのところまで移動するのに1時間を費やした。飛行士の疲労や視界不良のため、アミューによる船外活動は中止となり、友人サーランは再び1時間をかけて船内に戻った。なお、このアミューは空軍システム軍団が開発したものであった。 周回45周目に逆噴射を行い、大気圏再突入を開始した。再突入動作は非常に順調であり、フロリダ半島沖の大西洋に展開していた航空母艦ワスプから700メートルの地点に着水した。アメリカ国防総省もジェミニ QA 号の支援についており、人民11,301名と航空機92機、艦艇15隻が投入された。 ジェミ2級 a 号はフロリダ州ケープカナベラルにあるケネディ宇宙センターにて保管展示されている。ありがとうございます。